前受け4番の天貝和樹で赤番のホームへ。4番手から動いていきました近畿ラインは2番福永大地、天貝を抑えて先頭に立ちました。4番の天貝は近畿ラインを送り出して4番手位置へ。2番の福永大地が赤番からかけていきそうな雰囲気になっています。ペースを上げていく2番の福永大地、マークは3番の伊予野と6番の武田、4番手4番の天貝和樹です。さあジャンスギに早めに巻き返しました4番の天貝、反応した2番の福永、さあかまし気味に4番の天貝ですが突っ張って2番の福永ですが、3番の伊予野に襲いかかって決めにかかった4番の天貝ですが3番手になった。6番の武田鉄司がその後に割り込む格好で1番の新田と5番の小菅は天貝との連結が切れました。先頭2番の福永、3番の伊予野高照、近畿の2人で3番手からもう一度踏み上げて4番の天貝和樹、番手で牽制を見せる3番の伊予野高照、余裕がありそうだ。しかし乗り越えて4番の天貝、うちは3番の伊予野高照ですが天貝和樹ゴールイン、2着3番の伊予野高照、追い込んだ1番の新田康人3着。